します。値引き額を確認後、確認ボタンを押してください。ご希望する油種の。さて、全国1万5000人の GoPro 実況チャンネルファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日は燃費テスト、ボクシー ZWR80、 先代のボクシーハイブリッドの燃費テストをしようと思います。去年20プリウス、2代目プリウスの燃費テストを同じような時期に行ったので、今回も同じような時期に燃費テストやってみたいと思います。工程としましては、和歌山県和歌山市から和歌山県串本市までの往復での燃費計算をしようかなと思います。行きは下道、帰りは高速、そんなルートで、前回と同じような感じで特に燃費走行を意識するわけでもなく走行していっての燃費計測となります。メーター表記の燃費と、ほんで、実燃費って言われるね、燃料は勝ち止めで、実際の走行距離、これはもうメーターの走行距離なんでね、実際よりは多く出るかと思うんですけども、同じような条件で測っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。途中経過ですね、今だいたい見えへんかな、12.5キロぐらい走行して、正面に見えてるこの建物、これが智弁和歌山ですね。智弁学園和歌山高校というところで、途中経過。12キロ走行して、平均燃費、ガソリン満タンにしてからリセットしたので、そっからの今まで 12.5 キロの平均燃費が 24.3 って出てますね。まあまあ、まあまあいいんじゃない?この燃費テストをするルート、何か知らんけど、燃費いいんですよね。なので、まあ参考までにというか、郊外の道を、こう、のんびりというか、法定速度にのっとって、走った時の燃費という風な感じで捉えてもらえればななんて思いますけど、23.8 とか20半ばぐらい、25前後の数字を表示しております。ちなみにエアコンですけど、前回と同じように 24.5 度の設定、前回と同じように 24.5 度の設定で走行していきます。おおむねこう何キロごとっていうところで動画を回し出すので、前回と同じような構成になるかと思うのでね、前回の動画と見比べて、どう違うかななんていうのも見てもらえればと思います。それでは引き続き行ってみたいと思います。はい、現在20キロ地点、海南ですね、海南を走行しております。こんな感じで平均燃費の方が見えるかな、22.8 を表示しております。やっぱりこのトヨタのハイブリッド車って、高速道路走行するより下道を走行する方が回収のエネルギーも大きいし、効率がいいのかもしれませんね。前のプリウスもそうやったけど、街中の方が得てして燃費っていいよな。で、僕の場合は高速道路走行が多いので、普段は18とか17とか、その辺を行ったり来たりしてて、実のところあんまり20のプリウスと高速道路ばっかりを走る上では変わらないんですよね。ちょっと悪いかなぐらい、で下道だったらどうかなっていうところで、下道の燃費性能をあまり見れてなかったんで、今回のこの1年ぶりの検証ということもしてるんですけど、悪くないですよね、23キロとか。まあこれは車両の燃費計になるので、実燃費で言うともう少し下回るかと思いますけど、それでも20は超えてくるかなと
というような燃費を推移しております。それでは引き続き走っていきます。42号線を走行します。いや思ったより燃費がいいな。今30キロ地点、有田市の市街地市街地って言ってこうどこが市街地やねんって突っ込まれるかもしれないですけど、おそらく有田のメインストリートっていうのかな、よくお店のあるところです。この川を渡ったあたりには美濃島高校有名ですよね。野球で東尾監督とか今出た吉井監督とか、その辺を輩出した美濃島高校がこの向こう側にねあったりするんですけど、今30キロ地点を走行して、車両の表示で 24.8 グラフはこんな感じ。思ったよりいいな。やっぱり60キロぐらいのこういう郊外の道を走るのが一番燃費が伸びるな。まあ引き続き行ってみましょう。はい、順調に走行して現在 77.7 キロ、77.7777 言いにくいですよね。77.7 キロ地点を走行しております。現時点の車両での平均燃費 25.4 を示しております。 25.4 やで、まあまあやるよな。国道20、42号、えらい飛ばすな。えらいシルバーマークのついたデミオ飛ばすね。急いでるんかな。そんな急いでも変わらんのになとは思いながら海岸線沿いをね走るので非常に気持ちいいですよね。42号線、走ったことあります？和歌山の42号線沿い。夏のシーズン、夏のこの行楽シーズンと、おい抜いてった、むちゃくちゃな運転しよるな。こんな短いとこで抜くか。抜いてもいいとこやけどさ、むちゃくちゃな運転しよるな。まあそんな変な人もいますけど、この和歌山の国道42号線は非常にこう海岸線沿いを走るので、眺望もね、ほら風に一面海みたいなこういう景色が見えるわけですね。まあ、このまま、和歌山最南端、本州最南端潮岬までずいずいと走行していくわけですけど、まあこの和歌山の南紀地方とか言われる和歌山でも南のエリアになってくると、ちょっと珍しい郷土料理っていうのがありましてね、ウツボってわかります？海のギャングとか言われるウツボを食べる習慣のある珍しい地域なんですわ。日本でもウツボを食べるところって多分和歌山と高知ぐらいしかないみたいなことをウィキペディアとかネット情報で書いてました。知らんけどってやつやけど、これまたね、ウツボって結構こう骨も多くて見た目もグロテスクで、こんなん食べれるんかなっていう、珍味っていう風になるみたいですけど、実際のところはハモみたいな、きちんと料理をすればハモみたいな味のする珍しい郷土料理っていうことがね、まあ和歌山来ることがありましたら、紀南地方に来ることがあったらぜひね、ウツボ料理食べてみてください。まあそんな感じで引き続き走行していきます。はい、緊急ピットインしました。漏れそうやった。今現在道の駅すさみで
140キロぐらい、だいたい140キロぐらい走行してきてます。あ、危なかったよくあるよね、はい、140キロぐらい走行してきての車両での平均燃費は 24.5 24.5、この車のこう車両状態、コンディションみたいなところを軽く説明しておきます。現在総走行距離が17万4000キロぐらい、17万4000キロぐらいです。買ったのが去年、乗り出しが去年の3月で、その時が13万キロぐらいやったんかな。だから4万キロぐらい乗ってる。1年間で4万キロぐらい乗りました。なのでもうだいたいこう癖とか、なんていうのな、傾向、そんなんは理解してきた感じはします。でタイヤが今現在スタッドレスタイヤ履いてるんで、ラジアルタイヤよりは燃費が落ちるかもしれませんね。まあでもそれは前回のプリウスでもスタッドレスタイヤだったので、同じ条件はその辺は同じかなと思います。やっぱりあのトヨタのハイブリッドって強いよな、頑丈やなっていう、そういう印象はあります。プリウスも基本的にはオイル交換のみで、消耗品のメンテナンス的なのは定期的にというか、通常サイクルやろなっていうような感じでね、ドライブシャフトの破れとか、ハブベアリングの劣化とか、まあそんなのはありましたけど、基本的には通常メンテナンスのみ。この車に至っては、まあまだ1年で4万キロしか走ってない、走行距離が17万4000キロ、こんなのまだまだやなっていうところでね、オイル交換ぐらいしかまだしてません。不具合もそんなに感じないです。でまあ1年間で4万キロ乗るということはですよ、新車で買って2年したら8万キロ、3年でもう10万キロ超えてしまうっていう乗り方なんですわ。なので10万キロを超えた値段の激下がり、激下がりでもないな最近は、まあでも10万キロを超えてくると値段ってグンって下がると思うんですけど、そんな車であっても俺からすりゃまあまあ慣らし終わった程度新車で買っても3年で超えるような距離やろうっていうような感じなので、まあ、そんなに気にせず、それよりも、なんていうの、不具合がない、現状不具合がないのかなとか、あとは基本的に頑丈な車なのかなって、まあ、その辺をこう考慮したりして車は買ったりしてるんですけど、なんせこのトヨタのハイブリッドは優秀です。街乗りで、まあこれ下道でこんな風な感じでえっちらおっちら田舎の道を走るという、トヨタのハイブリッドにとっては条件のいい道を走ってるとは思いますよ、思いますけど、それでもこう 24.4 とか25が見えるような数字で走れるっていうのはさすがトヨタやなと。 1.5 トン超えてるような車ですからね、いくら条件が良くてもっていう気はします。ちなみに冷房ガンガン焚いてアイドリングストップというか、アイドリングでこう車を停止させながらちょっとなんかこう無線をして遊んだり、携帯をいじったり、まあ、そういう風な過酷な条件で運用した、まあ、最低に近い燃費っていうのはだいたい15キロぐらい、14台ぐらい、だから10キロぐらいのこの上下の差はありますけど、これは20プリウスでも同じやったような気はします。高速道路燃費で17、8で、同じようなこういう去年やったテストでも24、5、27ぐらい見えてたかな。その辺は重量もあるんでね少し落ちますけど、
非常に快適、静かなんですよね。トヨタのハイ、まあどのハイブリッドもそうなんでしょうけど、でモーターとエンジンと、でまたエンジンがかかるかからないっていうところも、もうほとんど分からへん、スムーズ。まあそんなこんな言うてる間に串本町に入ってきました。最南端の町ですね、本州最南端の町串本町に突入してきたというところで、間もなく、最南端の地潮の岬、あと20キロぐらいかなと思います。いろんな車があるし、それぞれの特徴もね、あると思います。ハイエースで荷物たくさん積みたいよとかさ、コンパクトな車で狭い道を走らないかんねやとかね、いろいろあると思いますけど、このボクシーノアってエスクワイアもそうですけど、基本的に5ナンバーサイズの車です。高さがでかいんで大きく見えがちですけど、基本的には5ナンバーサイズ、 1.7 メーター以下、4.7 メーター以下、2メーター以下っていうね、5ナンバーサイズでの中型車っていうかな、普通車です。非常に乗りやすい。他のハイブリッド、他のメーカーのハイブリッドもね、ノート E パワーは台車でしばらく借りて乗ってたので、なんとなく分かって、あれは燃費がいいな、でもその制御の仕方がなんかちょっと難しいなというか、乗り慣れないなっていう印象。ホンダは乗ったことがないな。ホンダのハイブリッドの方が高速道路燃費がねいいっていうような記事を読んだり聞いたりしますけど、実際のところは分かれへん、乗ってないからな。俺の乗り方でどんだけ違うのかっていうのは分からないんで、ホンダのハイブリッドも買うてみたいところですが、やはりこのメンテナンスのかからない、メンテナンス費用のかからない静かなトヨタのハイブリッドに惹かれて、引き続き買ったというような経緯です。さあそれでは潮の岬に向かって引き続き走っていきます。現在和歌山県串本町です。はい、到着です。167キロ、167キロ、前回と一緒ぐらいかな、167キロ、3時間半ぐらい走りました。下道でね、3時間バイパスあったけど3時間半ぐらい走って、行きの平均燃費が24.6 を表示してます。 24.6、 いいんじゃないですか。 1.5 トン超える車で 24.6 だから22キロぐらい走ってんちゃうかな、なんとなくの感覚で。さあちょっとだけね、無線遊びをしてから帰り、高速道路を使って帰りたいと思います。確認ボタンを押してください。契約、ご希望する油種の給油条件、ピンポイントを上げてから、え、給油中のあなた、ユースです。こんな急はい、到着しました。317キロ走行ですね。317R 給油量、レギュラーガソリン158円、 14.28リッター 22.2 いいな22.2 走っとるで、実測で、だからここの燃料燃費はちょっといい方に出すぎるんですけど、それでも 22.2 出たな、やりました。まあ、あのハイブリッドの乗り方に慣れてるっていうのもあるんかもしれませんけど、ボクシーハイブリッド、仙台ボクシーハイブリッド、下道燃費、まあでも半分高速やったけど、帰りはね
22.2キロ走りました。まあ乗り方次第だと思いますけど、皆さんの購入の参考になればなと思いますけど、弱いのは坂道、そして100キロ前後の100キロ以上80キロ以上の高速道路走行、この辺は燃費がガクッと落ちます。平地走行で郊外ののんびりした60キロから7、80キロぐらいまでのストップアンドゴーを繰り返すような、そういうところだと20キロ軽く超えてきますいうようなところで、また次の機会、次の動画でお会いしましょう。こんなんもやってほしいってなったらコメント書いてね。じゃあね。